皆さんこんにちは、トリッピです。ということで今回はですね、こちらスカイレジェンドの発売日でございますと、もうこれはね、もうシンプルにかっこいい、パッケージ見てわかると思うんだけど、ワクワク止まんないですよね。これは欲しいカードめちゃくちゃ多いんで、早速やっていきましょう。はい、ということで開封の準備できましたんで、1パック目から見ていきましょう。やっぱね、今回の当たりカードっていうか狙いについては山頂、パッケージにもなってる山頂のスペシャルアート版とか欲しいっすね。本当にマジでかっこよかった、本気でかっこよかった。なんかね、ルギア爆弾とかを彷彿とさせるようなね、ステンドグラス的なやつだったんだよね。あとはまあ武蔵と小次郎とかの SR とか来てくれたら狂気ランプやっていきましょう。雪わらし、夜のズック、はい、カリキリ、よいしょ。お、いきなりレア、ユクシー。これあれじゃない？弱点が4倍になるやつだ。どうなんだろうな、弱点4倍って。はい、で、ファイアロー。ファイアローが来ましたと。はい、じゃあどんどん行きましょう。いや、あとなんだろうな、ウルトラレア枠とかもね、すごい今回良かったんですよ。Uターンボードとか、時和の森とかもね、確かね、ウルトラレア枠であるんですよね。あと、リサイクルメモリーかな。ドンメル、はい。ドンメル、イワパレス、これマイナス30ですね。はい、アグノム、レアコイル、おい、あ、ノーマル Z 体あたり来た。これ面白い、ちょうどさっきのドンメルとかじゃない、確か。はい、体あたり持ってるポケモンがなんとこの GX 技を使えるようになると。まあエネルギーは必要なんだけどね。まあなかなか、確かドンメルの進化後もね、体あたり持ってんすよ。まあそういう非 GX とかで組んでるやつは GX 技使わないんで、ああいうの入れたら面白い動きできそうですね。雪かぶり、はい、ベロリンゴ、ベロやばすぎだろこれ、もう入ってないもんね。はい、コイル、コイッ、お、リサイクルエネルギーきました。無色1個分、トラッシュするタイミングで手札に戻ってくる。リサイクルしようぜ。バクーダ、さっきの言ってたやつだ、体当たり。ほらやっぱこいつもあるわ、ドンメルの進化系でこいつもあるから、あれやったら GX 技使えるよって感じで、サクサクいきましょう。おっと、全然ここら辺が取れてない。はい、来るぞ、もうロケット弾来るぞ。俺はもうここで当てる、最近運いいんだ。はい、あー可愛いなこいつ。はい、タイプヌル、はい、お、ジバコイル、鋼と雷の2タイプを持つ男、いいね。男かどうかわかんない。あー怪獣マニア来ました、可愛い。怪獣マニアって言ったらヤドンが好き。逃げ目が4の、逃げ目が4のポケモンを3体持ってこれるって感じなんで、ドンメルとかさっきのやつとかを持ってこれる。まあ宇津木博士がヒットポイント60以下だったから、本当に逃げ目4のポケモンとかでメインで組んでるなら、ああいうの入れるのは使えるかもしれないですね。はい、来たよこいつ。フリージをさ、カチカチロックさ、次の相手の番、相手は手札からグッズ出せないからさ、まあ、最初の方とかだったらさ、高校1段目とかだったらボールとか出せないから結構辛いと思うんだけど、これ怖いよな、相手にあんまりしたくない。はい、ドガース、ラランテス、はい、多分ね、はい、多分ね、はい、あ、来た、 U ターンボード、これリサイクルエスケープボードです。このカードは、このカードつけてるポケモンは逃げるエネルギーが1個分少なくなるんだけど、場からトラッシュされるときにトラッシュせずに手札に戻りますと。まあ、完全上位互換じゃなくて、確かエスケープボードの方ってさ、麻痺とか眠りの時も逃げれたけど、まあ、今回こっちだったらそれはできないと。まあでもどうだろうね、俺こっちの方が絶対強いと思うわ。シンプルに環境に麻痺とか眠りとかする人があんまりいなかったら絶対こっち採用でしょ。はい、ややこま、雪かぶり、はい、クリムガン、かっけーこいつ。炎に水に無色、まあ、こんな感じで今回多色が多い気がする。かっこよくないこいつ、どうした、すごいな、うわー早すぎ。しかも SR 枠ここで消費、マジか。まあ見ていきましょう、いいでしょう、アーゴン GX。 でもこれ強いから、普通にウルトラビーストをね、自分の番に1回使えて、ウルトラビーストを1枚ハンドに捨てたら3枚引けるんですよ。まあ、だからウルトラスペースとかだったらウルトラビースト持ってきてそれ捨てたら3枚引けるみたいな感じで、いやー、まあ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 、アーゴヨン自体もね、普通にエネ加速手段として使えるからさ、まあデッキとかに今後1枚とかまあこれを刺そうぜみたいな感じのウルトラビーストデッキだったらあると思うから、SR で持ってるなんていいんじゃないか、かなり。俺は今泣きそうだから、早すぎ。出るとしても、動画的なことを考えてくれ。はい。アママイコ、はい。アーボ、はい。アマージョ、アが多い。アが多すぎる。
はい、女王の褒美、自分の番に1回つけた、あ、これそうだ、バトルポケモンにしかつけれないけど草エネ加速なんですよ。まあ、バトルポケモンだけだからな、どうだろうな、まあでも強いよね普通に草エネの加速は。はい、でもってこれ外役です。はい、外役です。これ強いと思う、ベロベロランプ。これこのデッキはマジで作りたいですね。相手の手札から表を見ないで1枚トラッシュ、さらに山札の上から1枚、トラッシュでもって相手のバトルポケモンについてるエネルギーを1個トラッシュ。強くない？何が強いって、進化ポケモンで無色3だから、あの1枚でトリプル加速エネルギー1枚で打てるっていう。でもってハンダも枯らせるし、場のエネルギーも枯らせるし、で相手の動き止めれるし、でそれでロケット弾のさ、武蔵と小次郎とか使ってさ、相手のハンドとかも少なくするデッキでリセットスタンプとか、そういうのだったらめっちゃ強いね。クリームガン、はい、タイプヌール雨菓子来い、おー飛行 Z、 あ、さっきの飛行タイプのやつですね。で、電磁木ウルトラビースト。今回どうなんだろう、ウルトラビーストも増えてんのか、雷と水と炎が増えてる感じ。さあ、見ていきましょう。もう SR が出ちゃったからな、 SR 出ちゃったからな。夜のズッケ、はいはい、石住まい、おファイヤーだもんこれ、石住まい&ファイヤー GX だろこれなんか今回さ、まあ後でいいよ、ベベの目、うおー来た、モクロー&アローラなし、これね、これね、なんとね、エネルギーなしでね動けるのがねとても優秀。草ポケモン1匹を進化するカードを選んで進化させると、で 1進化なんだけど、さらにもう1回それが1進化で2進化いけるんだったら2進化までいけるみたいな感じで、だいぶ最初の方にこれを立てていたら、その2進化とかがめちゃくちゃ立ちやすくなると。これ面白いよね本当に。でもってね、まあもう今回はもう絶対当たらないと思うんですが、いやもしかしたら SR2 枚箱の可能性あるか、あるけど、このスペシャルアート版、こいつのスペシャルアート版がね、なんかね、モクロめっちゃちっちゃかったんだよ。マジでちっちゃかったから、本当に。やべえだろ、お前それっていうぐらいちっちゃかったから、それが許されるの、そのサイズが許されるのであるならば、俺これ石妻&ファイヤー GX でもいいと思うわ。こっちのファイヤーの方が絶対でかいから。本当に、モクロマジ、マジっていうぐらいちっちゃかったから。じゃあ次ですね。はい。フリージオ。はい。カリキリン。アグノムン、あ、ブリザードタウン、ヒットポイント40以下のポケモンは技が使えませんと。はいはいはい、ファイアロー、ファイアロー、どうだろうね、まあ多分このブリザードタウンとかは俺の知る限りでは現在はそんなに使い道なさそうだなと思ったけど、わかんない、すごいのが出てくるのかもしれない。火の矢コマ、鳥ポケモン多くなってきたな、ファイア、あ、これもでしょ、ファイアじゃないよ、ほうほう、ほうほう&サンダー GX でしょこれ、間違いなく。あ、まあでもちょっとほうほうが困ってるからな、こいつは、こいつらは協力はしてないだろうな。エアスラッシュ、レアコイル、あ、来たよ、あ、なあー、なるほど、シルバディだ、シルバディですね、エアスラッシュ、このポケモンについてのエネルギーを1個トラッシュ、なるほど、マタードガス、あー、なるほど、ホワイトホール、白い柱が待ってるぜ、違う、自分の前にこのカードが武蔵と小次郎の効果でトラッシュされた時1回使えると、相手は相手自身の手札1枚トラッシュ、あ、なるほど、面白い、このマタドガス、武蔵と小次郎の効果が確かお互い2枚ずつって反動を捨てると、それでこれが捨てられたら相手は3枚捨てないといけないってこと、やばくねそれそれやばくね、でその後にさ、それ本当にやばいな、ドンメル、はい、ドガース、いいね、フリージオ来い、お、ビクティニちゃん、これが確かあれだね、違うタイプの基本エネルギーのエネ加速で、なんか公式とかではこれで山頂とかはエネ加速しなさいとか言ってたね。電磁モーク、普通にビクティニが来るのはいいぞ。さあ、まだ折り返しても折り返しもしてないと、ほほー、あーろ、石詰まい、いいね、カプレヒレ、はい、またどうか、ホワイトホール、あ、待って、ここに小次郎いる気づかなかった、小次郎いいんじゃん、いいね、ロケット弾、ロケット弾いいよな、ロケット弾が使うポケモンやな、はいはい、ベロが長い子、はい、雪わらし、ドガース、ドガースなんか縁取りがすごい、周りが黒ですね、体当たり、あ、これも体当たりを覚えてるからあれ使えるね、体当たり Z 使えるね、で、ユアパレス、はい、カプレヒレ、はい、あ、もうそろそろ半分ぐらいか来そうだな、まだ GX は2枚、 TR がね、今回ね、 TR 枠もね、結構今回ね、おしゃれなやつが揃ってるんで欲しいんすよね、リーリエとか欲しいな、ベベの上、アマカジ、ほい、お、来た、リサイクルエネルギー、はい、で、外役、はい、クリームガン、ドガース、ドガース多いな、はい、アママイコ、かわいい、
多分ね、はい、多分ね、このポケモンがバトル版にいるなら自分の番に1回使えて自分の山では1枚引く。おお、多分ねがたくさんいたらいいね。怪獣マニア、はいはいはい。さあどんどんいきますよ。よいしょ、レアコイル、はい、エムリット、ベロリンガ、お、来た、ムサシとゴジロ当たりました。いいねこれ、あ、いいねこれ、これいいわ。お互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札を2枚トラッシュすると。トラッシュは相手から行う、手札がないプレイヤートラッシュしなくてよいと。かっこいい、もう使う。普通にイラストが SR のこれ欲しかったな、 SR のこれ欲しかったな。ムサシとゴジロはでも今後なんかすごい、友達と対戦したらすごい嫌われそうだけど、まあ強そうだとは思う。アママイコ、はい、クリムガン、コイール、アーボック、あ、このアーボックには今持ったらあれですね、ムサシいますね、はい、飛行 Z、 エアスラッシュ、はい、じゃあどんどん行きましょう。見ていくぞ、よいしょ、ほい、タイプヌル、雪わらし、アグノム、はい、おお、来た、ケルビオ GX、 これはいわゆるフーパとかのちょっと耐久が良くなったバージョンで、 GX から技のダメージ受けません。めんどくさい、めんどくさい。まあでもまあこういうの多いから今はデッキに非 GX 入れないっていう選択はまあ今のところないからね。ただこれめんどいな、シンプルに水タイプが耐久もあってこういうのが来たらなかなかになんか面白いデッキとかに入りそう。今でいうなんかアンノンハンドとかさ、相手のデッキを枯らしたりエネルギー枯らしたりするようなやつで活躍しそうですね。はい、ややこま、ベベノム、あ、ベベノムもこれ入ってたんだ、いいね、ウルトラビースト、ベベノム、怪獣マニア、多分ね、多分ね、はい、まだ待って、山頂来てない、そっか、これあれか、枠3枚だったらこの後にさアーゴヨン来ちゃったらさないんちゃうん。ちょっと待って、それだけは勘弁お願いします。雪かぶり、あと TR ワークも来てないね、夜のズック、おー、 TR ワーク来ました。ルザーミーネ、ルザーミーネでもよかった、おしゃれ、かわいい、素敵。自分のトラッシュにあるサポートとスタジアムを合計2枚相手に見せてからハンドに加えれますという感じでいいですね。これはルザーミーネは良きかな、これは良かった。はい、でブリザードタン、ふい、さ、どん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 見ていきましょう。お願いだ、山頂、山頂来てくれ。アーボン、アマガシ、アが多い、マジでアが多い。ほうほう、はい、ほうほう&サンダー GX、 雪の、あ、 U ターンボード2枚目、いいね。何枚なんだろう今回、別にでも種類めちゃくちゃ多いわけじゃないよね。 GX 枠も確か4枚だから、はい、フリージュを6枚の時がねなかなか当たらないんだけど、4枚の時は当たってほしい。日のやこま、はい、雪目の子、はい、ベロベルト、はい、これ3枚目でね、ベルベルト、やっぱ1ボックス買ったらノーマルは4枚近くは当たるかな、はい、石住まい、はい、石住まい&ファイヤー GX、 ベロリンガ、コイル、イワパーレス、リサイクルエネルギー、お、もうそろそろ少なくなってきたよ。 1,2,3,4,5,6、 この6パックの中に果たして入っているのか。山頂、お願い、本当にトンメル、雪嵐、タイプネル、来た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 、あ、待って待って待って、タック GX ってことは勝ち確、よーし、オッケー、ファイヤー&サンダー&フリーザー、文字ちっちゃすぎついにとうとう、3体いきましたと。トリニティバーンが、まあ、210ね、4 n で、3 n のこの N 加速が、まあ、最初の方にできたらいいですね。で、スカイレジェント GX が、このポケモンとついてる全てのエネルギーを自分の山札に戻して切れますと。追加で炎、水、雷エネルギーが1個ずつついているなら、相手のポケモン3匹にそれぞれ110ダメージと。まあ、何より、あれなんだよ。かっこいいから使いてんだよ。ロマンしかねえんだよ。なんかもう、それだけです。かっこいい。ヒットポイントも300で結構高いっすよね、これ。まあ、多分3体いるから300なのかな。いいね、これは。これはなかなかにいいね。はい、クリムガン。クリムガン、アママイコ、レアコイル、カプレヒレ、電磁幕、 OK、 まあじゃあ残りは割と消化試合になるかな。今回スカイレジェントね1ボックスしか買えなかったからね、ちょっと悔しいな。ややこま、エムリット、カリキリ、はい、アマージョ来ました、2枚目っすね、ファイアロー、よいしょ、さあ残り3パックです。どんどん見ていこう。雪かぶり、アーボ、ヨルノズク、ブリザードタウン、マドロガス、ここら辺はもう全部出てるやつだね。お、なんか
え、待って、4枚箱はなんか、それっぽくない？なのです。あ、待って。俺、やばいかも、これ。あ、違った。自箱いる、飛行 Z。いや、期待しちゃったよ、今、完全に。もしかしたら SR2 枚箱っていう。あ、ビクティンでも2枚目嬉しいね。はい、ということで、整理しましょう。はい、ということで、今回のスカイレジェンド発売ビーチボックス開封結果になりますと、SR 枠で出たのが、残念ながら、アーゴ4と。まあちょっと狙いじゃなかったけど、まあその後はね、GX1 種類ずつ出たんで、まあこれでポケモンは全種類 GX 集まりましたと。バランスは良かったですね。TR がルザミーネ。で、レアがこんな感じでございますと。まあ今回もね、めちゃくちゃ種類がある段じゃないんで、2枚、3枚ですね。2枚ずつ出てますね、レアは。まあそんな感じで。まあまあまあ、これについてはそんなによろしくなかったボックスでありますが、どっかでリベンジしたいですね。スカイレジェンドはまたなんかコンビニとか頑張って巡って探して購入しましょう。今度こそ絶対にこいつのイラスト違い、次こそ当てたい。はい、ということでここまで動画見てくれてありがとうございました。また明日のトリッピーの動画でお会いしましょう。対戦動画等々も上げていきたいと思います。よろしくね。じゃあな。